ですが、一つ気になることをこの本番の前に少し喋ってまして、実は今ブルーサイドとパープルサイドのその有利不利というのが、一つ言われてるんですよね。そうなんですよね、まあ、昨日の ULCS、まあ、2日にわたって行われましたけど、パープルサイド側の勝利が非常に多いんですよね。多分7割方、まあ、印象ですが、パープルサイド側が勝ってるんですよね。実際そして今日の2試合もパープルサイド側が勝ってるというところで、ワンピックのところでもしかしたら今パープルサイド側の方が有利なのかなという印象を受けますね。さあそのセブンセブンは今度はパープルサイドでございますけれども、ワンピックがやはり重要になってくるでしょう。ここまで拮抗している両2チームですからね、ここ注目して一つ見てもらいたいと思います。さあスレッシュをバンしましたか。ここは1試合目と同じですね、ラビット5スレッシュバン。モルガナはいいんですかね。そしてイレリア・アーリーもここまでセブンセブン同じです、ね、そしてブラッドチョガスと、またして森サンドラが開くんでしょうかね。そしてモルガナも開きますね。開きますね。カリスタをバン、ラストはやはりカリスタ。ここ1試合目とは違いますか。違いますね。ラビット5がカリスタバンしたところがセブンセブン側に移ったと、まあ、先ほどのゼロス選手のカリスタのプレス素晴らしかったですからね、はい、あそしてファーストピックモルガナ今度取りますね。ラビット5がどうしますか。ただセブンス、あ取りましたね、取りましたね。さあロック、ラビット5はモルガナをロックしましたが、ここでセブンスは欲しいチャンピオンが2チャンピオン取ることが可能になっております。リサンドラ、レクサイ、セジュアニ、そうですね、まあ、ボットレーンのカウンターを当てるという意味では波、あとは今エディキャリー EULCS はコグマが流行ってたりしますから、はい、そういったところどういった構成にするのかちょっと楽しみですね。先ほどからクロックデイ選手素晴らしいプレーを続けてますから、そういったところで、カシオペアが空いてますよね。はい、空いてますね。レブランクも空いてます。ここどうするかですね。レクサイ、そしてヘイマー見せてますね。ここどういうピックにしますかね。クロックデイ選手いつだったかヘイマー使うとかいうことも聞いたような気がしますが、あ、まあ、リースタンドラとレクサイにしましたね。サンドラとレクサイ、そうですね、序盤から強くをかけられる構成にこの時点でなっていると思いますね、セブンセブンは。なんといってもレクサイルと、ただしここで2ラリーを取ったとなるとラビット5側としては逆に、1V1 のところでレクサイルを抑え込める可能性が高まりますので、どちらを選択するかですね。2ラリーを取って序盤の有利をしっかりと取りに行くのか、もしくは他のチャンピオンを選んで中盤以降のチームファイトのところを狙っていくのかですね。まあジャーバンにリーシンも空いてますよね、まだ。ただしどちらのチャンピオンも EULCS ではもうピックされてないんですよね。ジャーバントップレーンではピックされましたが、だいたいセジュアニであったりレクサイであったり、といったチャンピオン、あとヌヌですよね、そういったチャンピオンが今増えてるんですよね、はい、カシオペア、おー、カシオペアを取りましたか。そして2ダリー、そして言われた通り2ラリー来ましたね。序盤から強くかけつつ、レイトゲームはカシオペアに任せようということですかね。それに対してセブンセブンどうしますかね。カシオペアに対して潜り込むような構成にしていくのか、例えば、まあ、リサンドラがいますからそれに合わせてバックライン飛び込めるチャンピオン、そうですね、この段階だとゼロですかね。ルブランクというのも可能ではありますが、ただゼロの方が可能性は非常に高いのかなという感じがしますね。そしてここは通常であればエディキャリー後期を合わせるのが特徴で、よく見られるピックではあるんですが、まあ、ウェーブクリアに長けたエディキャリーとといったチャンピオンはよくピックされるんですが、 EULCS では後期1度しか昨日ピックされてないんですよね、全10試合で、はい、徐々にその後期というのがメタから外れつつあるのかなという感じがしますから。おー、ビクター、そしてジャンナ、そうですね、セブンセブン側としてはこれ多分最後のエディキャリーですが、ジンツもしくはコグマウといったレイトゲームに強いチャンピオンをピックするのではないかという感じがしますね。それはなぜですか。バックラインを守れるチャンピオンがすでに2チャンピオンセブンセブンが揃っている、そしてラビット5に飛び込むチャンピオンがいないですよね、今の時点では、はい、ですからそのバックラインにその、モビリティのないダメージの出せるチャンピオンを置いたとしてもセブンセブン側としては特に問題なくできるだろうという予想が立てられますよね。ここでジンクス取り上げますか。さ
さあどうしますかね。たとえジンクスをピックしたとしても、そうですね、モルガナとカシオペアがいますから、なんとか集団戦可能に形にはできるとは思いますが、さあただあサイオンとイズリアル、そしてサイオンですね。先ほどもサイオン素晴らしいプレー見せてましたし、そうですね、ただムンドというのも一つ面白いなという感じがしたんですけどね。タンク性能で言えば多分全チャンピオンの中で一番高いのかなという印象があります。そしてここでセブンセブンがルシアンピックしますかね。さあどうしますかね。ジンクスの方、いやただボットレーンでイズリアルを見せたということで圧力を作っていこうという狙いがもしかしたらあるかもしれないですね。ですからボットレーンから一度動かすためにルシアンですか。さあただロックはしませんのでまだ悩んでいる感じもしますが、おおおお、ベインロックハードキャリーです。なるほど、飛び込んでくるのはサイオンただ一人といったところで、サイオンを素早く処理するために、割合のトゥルーダメージを持っているベインを当てたということですか。いやこれは非常に楽しみですね。楽しみですね。楽しみです。これはさあロールチェンジもひとまずしましたかね。なるほど。どうしました？いやここでベインいやジンクスを予想してたんですが、さベインですか。確かにイズリアに対してベインはスウェーディングのところで有利を取りやすいと思いますし、ジャンナエンティ選手であればレイニング勝てるでしょう。ボットレーンで圧力を作り出しつつなおかつレイトゲームキャリーということで。ベインを選んだということだと思いますね。確かに前に出てくる、これあれですよね。だってサイオンが例えば前に出てきます、それを CC で固めますっていう形をやれば他にバックラインに来れるチャンピオンがいないんですよね。ニダリーがバックラインに飛び込んできたら、まあ、すぐさまフォーカスして、まあ、ビクターのダメージであれば溶かすことが可能ですから、そういったところでも、まあ、萌え選手対策といったところでベインをピックしたのかなという感じがしますね。これはどうなってくるのか。まあ一つチームとして、コンプが出ましたけれど、チームの狙いとしては、そうですね、まあ、ラビットハイブ側からすると、まあ、前線をサイオンがハリーバックラインのところで、イズリアルとカシオペアがダメージを出し続けるというのが集団戦の形の、になっていると思います。そして、序盤中盤のところでは2打リー、そしてサイオンの圧力を生かして、マップのコントロールをなんとか維持しながらレッドゲームまで試合時間を伸ばしていくというのが狙いになってくると思いますね。ここで一つ気になるのがイズリアルが涙を積むかどうかですね、はいはい、どういったビルドに進めるのかどうかで、こう重きを中盤に置いているのか終盤に置いているのかが分かると思います。一方のセブンスヘブンとしては、そうですね、基本的にはもう集団戦を特に採用をかなり意識したのようなというのがこのベインのピークから見受けられますね。ベインが採用を素早く溶かして、そしてすぐさま公園に襲いかかろうというのがセブンセブンの集団戦の形になると思いますね。レーニングのところでは、そうですね、ミッドレーンスキルマッチアップという印象ですね。ただしトップレーンは基本的に序盤はリサンドラがプッシュしつつ、硬くなったらサイオンが後半返していくという形になってくると思いますね、はいはい、ボットレーンのマッチアップ的には基本的にはセブンセブン側の方が若干有利なのかなという感じがしますが、ただどちらもキルを狙ってないですね。どちらもイグゾーストにしてますからね。どういった面でこうセブンスの方がボットレーンのマッチアップは有利なんですか。そうですね、まあ、やはりエディキャリーのマッチアップ的にイズリアルもに対してベインというのは得意と、まあ、シーズン1の頃からずっと言われているマッチアップですよね。そしてただモルガナ対、ジャンナというのはモルガナの方が有利と言われているんですが、こう一連の今日のプレーを見るとセブンセブンのエンティ選手素晴らしいプレーをずっと続けてますよね。そういったところから、まあ、チャンピオンの相性的にはモルガナの方が有利なんですが、エンティ選手の調子を見るとセブンセブン側の方が一つ有利なのかなという印象を受けますね。なるほど、まあ、イズリアルがちょっとベインに対して不利だと弱いというのが大きなネックになっていると思いますね。またミッドレーンカシオペア VS ビクターですけども、まあ、マッチスキルマッチアップということですがだと思いますね。そうですね、その
役割としてはこう2チャンピオンともどういった役割になるんですかね。どちらもウェーブクリアが一つ鍵になってくると思いますね。カシオペアは終盤まで自身のパースパイプを迎えるためにウェーブクリアして時間を稼ぐ。ビクターも E のレーザービームアップグレードした上でのウェーブクリアというのが一つ特徴ですからね、それを生かして、押し込んでいくというのがビクターの狙いになると思いますね。さあマッチアップきますね。トップレーンここ序盤そうですね、まあ、スペクターカールを買うまでサイオンが買うまでは基本的にはリサンダーの方が一つ有利を得ると思います。ただしこうキルが発生するとはちょっと思えないですね。ジャングラーが介入すればまた話は変わってくると思いますが、そしてここ阿部川選手にやりを取ったということで序盤からちょっとかけに行きたいですよね。そしてそれをどこにかけに行くのかが興味深いところですね。一方吉明選手はミッドレーンのスキルマッチアップこれですよね。ここに介入するのか、もしくはボットレーンベインを育てるために行くのか、そしてそれともリサンドラの序盤の有利を広げていくのか、ここ楽しみですね。はい、そしてボットレーンのこのマッチアップで言えばそうですね、どちらもトップもボットもセブンセブン側の方が序盤は有利という印象を受けます。ですからラビットハイブ側としてはスワップするのも手なのかなという感じがしますね。セブンセブンとしては 2-2 で当たりたいと思いますが、こうラビットハイブがスワップして返したらちょっとセブンセブンの狙いからは少し外れるかもしれないですね、はいはい、さあそういったあたり、ただこの2チームスワップはないんですよね。LJL 上確かラビット5が序盤1回したぐらいだと思いますね。ただセブンセブンは自らスワップを仕掛けるというのは一度もなかったと思います。ですからそこでスワップが起きるかどうかはまあ起きないのかなと。ですからこう普通に連のマッチアップ進めていくのかなという感じはしますね。さあまた、ちょっとですね画面の方が、少し回ってますからね。さあ3戦目、3戦目ですね。どちらがベルサールの方に行くのかですよね。どっちも行っちゃダメですか。それだってこれやる意味がない。そうなんですけど、まあ、確かに両チームとも戦う姿はちょっと見てみたいですね、うん、どちらのチームが上がったとしても素晴らしい決勝戦を見せてくれるのは確かだと思いますからね。ただ決まってしまいますからね、1チームしかいけないですからね。そうですね、1チームスポット FM がすでに決めてますからね、まあ、そのあたりもね見てる皆様はどっちに行ってほしいですか、どっちを今応援してますかということもねコメントで書いていただけると、ありがたいですかね。あちょっとじゃあ時間が長いということですので、なんかアンケートの時間が取れるってことなんですか。取れますか。あちょっと今準備するということらしいですね。少し、ルームに戻ってくるのが長めだということですので、どうやら準備取れるみたいですね、まあ、選手たちとしても万全の状態で3戦目を迎えたいでしょうからね。そうですね。あとはこの BO3、BO5 ってやはりメンタル面ですよね。そこが一番重要なのかなという感じはしますね。強いチームであればそのまま2連勝パパーンと決めるものですが、こう1-1で競っているとなると最後にものを言うのはメンタルの強さだと思いますね。いかに自分に自信を持てるのか、そしてそれが過信に変わらないかですよね。そこのバランスというのは非常に難しいと思いますね。それじゃあアンケート用意できたようなちょっと見てみましょう。お願いいたします。勝利ではないですね今回。応援してますかと。どちらのチームを決勝戦で見たいですかです、ね、ああなるほどね、そういう意味合いですね。じゃあ皆様よろしいですか。じゃあ結果を見てみましょう。お願いいたします。わあ、79.2% がセブンスヘブンですか。まあセブンスはファンを大事にしますっていうチームですから。そしてムードメーカーにあのクロックデイ選手がいますからね、うん、クロックデイ選手は一つティント選手もおっしゃってましたから、チームの雰囲気が悪い時にしっかり声を出してくれるプレイヤーでチームの雰囲気を変えてくれると、まあ、そういったまあ人間性というのがファンを引きつけている要因になっているのかもしれないですね、うん、
さあ、あと対するラビット5ですけれども、どうでしょうかね。精神面的な、やっぱりこの、中枢というかな、中心というかは、アウェイカー選手になるんでしょうかね、リーダーという。どうなんですかね。ただ、こうチャレンジャートーナメントをビオファイ、あ、ビオ3のところで全て負けているというところから見ても、メンタル面、去年1年は苦しんだのかなという印象を受けますよね。ただし、今日2試合目返しました。こういったところで、メンタル面の成長というのはかなり見て取れると思います。それがこうアウェイカー選手による1人に、そのリーダーの力によるものなのか、もしくは5人全員のよりによるものなのか、そこは気になるところではありますよね。まあ、そのあたり、ゼロスト選手が、まあ、ムードメーカーというような、まあ、一つポジションにはなってるみたいですけどね、ラビット5は。先ほど素晴らしいプレーを続けてましたし、そういったメンタル面の強さというのはゼロスト選手持っているのかもしれないですね。まあ、非常に緊張の一瞬です。あと、ティントン選手は毎回毎試合 30CS 取れるまで緊張してますという言ってましたこともおっね。しゃってましたけど。今日は特に緊張の連続だと思いますよね。1戦目からそうですし、2戦目は1つリラックスして入れたかもしれないですが、ラビット5に取られてしまったことによって、この3試合目、とても緊張するでしょうね。あと、クロックデイ選手が一番実は意識しているミッドプレイヤーがエステリム選手で、言ってましたね。はい、去年からずっとチャレンジャートーナメントで当たったけど、1回も勝てなかったと、確かインタビューでおっしゃってましたよね。ただ今日一連の、2試合とも素晴らしいプレーを続けてますよね。いや、今日のクロックデイ選手は本当に、今シーズン一番の出来かなって。あっても、ラウンド中にも素晴らしいプレーをしてたし、ちょっとコートつけがたいですが、ただ素晴らしいプレーを続けてるのは確かだと思いますね。そうですね。ここビクター、多分初めてですよね。はい、初めてです。これちょっと楽しみですね。どういったプレーを見せてくれるのか。さあ、それではどうやら始まったので見ていきましょうか。さあ、始まりました LGL 2015シーズンセミファイナル第3ゲーム、ついに最後の戦いです。デトネーションラビット5 VS セブンセブンのゲームを見ていきましょう。さあ、ブルガリ人乗ってるのがラビット5、パープルサイドがセブンスヘブンです。今回、吉垣選手、忘れませんでしたね、買い物。購入できてますね。できてますね。これでチームメンバーにピンをたかっていることはないですね。相変わらず辛口ですいや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 、先ほどかなりピンたかれてましたからね。そして序盤の動き、気になるところですね。ティントン選手が、ここやはりスワップ警戒のためのワードを置くのかなという感じがしますね。ここ、大体、ここ、ただ開けてますね。開けてますね。55秒から1分の間にトリンケットワードを置くのがスワップ警戒の時は常道と言われてますが、置きましたね。1分で置きましたね。やはりスワップしてくるかもしれないという考えはセブンセブンが持っているようですね。ただ、ここを開けるというのは何か一つ怖いという印象もありますけれ基ども。本的に例えば AD キャリーであったり、サポートであった、ジャングラーであったりが、ああいったレーン警戒のワードを置くのが常ではあるんですがね。ここをあそこ開け、トップサイド側にワードを置いてないこと、多分バ気レづいててないですかね。気づいてないかもしれないですね。ただ、その50秒頃にはワード切れるだろうという予測はできていると思いますから、ゴーレムに入っていくという動きも可能ではありますよね、ラビット5側は。ああ、でもピン出てますね、ラビット5が。ここに置いたかもしれないという。トップに現れなかったからこそ、そのトップのワードの危険のところで、リサンダーが確認できなかったからこそということかもしれないですね。そしてスワップを選択しませんでしたね。両者ともにスワップはなし。どちらもトップサイドか。そしてマヤ選手はレベル2になってからトップレーンに向かうと。回復しすぎじゃないですかね。何なんですかね。何なんですかね。ダメージも随分と伸びますし、面白いパッシブだなという感じはしますよ。そうですね。さあ、そしてボットレーンではこれ、ゼロス選手にゴーレムの経験値を集めましたか。そうですね。そうなってますね。お互いにレベル2に対してレベル2とレベル1という形。ミッドレーン、ここ、スイスが出ているのは、
かなりクロックデー選手押してますね。いやー、ただダメージ効果負けてないですね、スティーム選手。そしてクロックデー選手はもうポットが切れてますね。あ、かなりハラスしに行ったということかもしれないですね。かなり積極的にレーニング進めましたね。さあ前に出てレベル3、レーザーは避けた。逆に毒が当たっているが、 E を使うとマナが即座に切れてしまうのがこの時のカシオペアですので、今の間にニダリーが青バフのところにトリンケットワードを置きましたね。そしてそれを警戒するところで吉明選手がちゃんとトリンケットワードで置いてますね。こうですね、こちら互いにこのジャングルのルートを読み合ってですね。さあこれトップレーンがすごいことになっていませんか、もやし選手。 CS がダブルスコアですか。ずいぶんとティントン選手、しかもマナも落としてますからね。これちょっと僕予想してませんでしたね。すごいことが起こるんですね。いやー、かなり、あー、ティントン選手ドランズリングでスタートしたんですね。スティン負けしてしまいますね。あー、なるほど、プラスとスタートの方がサイオンを相手にするにはいいのかなと思ってたんですが、これでセルフのルールが完全にサイオン側に移ってます。マナのよりも移ってますね。一応、リサンダーのパッシブとしてマナなしでスキルを何度かにしっかり打てるという効果はありますか。いや、もうヘルスがないですね。突然はリコールしました。完全にトップ抑え込みましたね。そしてミッドレーンではクロッキー選手一度リコールしてドランズリングをもう一個購入してからのレーニング、かなりゾーニングを意識してますね。レクサイが、おっと吉崎選手、あっフラッシュ落ちた。フラッシュイン、フラッシュイン、スマイトから打ち上げてワーズバル通っていくな吉崎。いやー、今のシージミニオンを取りに行こうとしたところでちょっと欲張りましたね。安全にレイングしなければならないところで失敗してしまった。そしてそこをしっかりと咎めた吉安選手と、クロックデー選手、素晴らしいですね。やはりこのシリーズクロックデー選手素晴らしい動きを見せてますね。そしてボットレーン、ゼラスト選手にこう制限値を集めたことに効果なんでしょうか。全く負けてないですね、ラビット5。負けてないですね、レーニング、同じですか。ポーション自体も数的には同じですから。大きな差が生まれているのはトップレーン、そこミッドレーンですかね。ガンクが決まった、ちょっと無理をしてしまったエステリム選手、ちょっと苦しい形になってるかもしれないですね。もう一度これ狙ってますね。ただし、既に不利になったことは STM 選手は分かってるでしょうから、無理にはいきそうにない気がしますね。さあ入った、ダブルスマイルをスローからレーザーインスタッチ、ダブルを展開していきますが、タワーダイバーはさすがに無理でした。ただ、ヘルスの余裕はかなり切れましたね。クロックデー選手、全くヘルスを削られてません。あっ、ヒール、ヒールですか。なるほど、ヘルスの有利をなんとか維持しましたね。そしてここでやはりこのサポートがミッドレーンのところにワードを置くというのもこのマッチアップで重要なのかなという感じがしますね。どちらも眼界機能力が特別高いわけではないですから、眼光察知するためのワーディング、ジャングルサポートに頼らざるを得ないのかなという感じがしますね。かなり起きましたね、両者ともの。サポートどちらとも起きましたか。レベル6だ、レベル5に対してレベル6。さあかなり強気にいけるワードがあるために奥が見えています。ここそうですね、トップレーン一つ有利取れているからこそ、ラビット5側としてはトップサイド、ミッドのトップサイド側の視界を取るとサイオンがより、圧力をかけに取るのが可能になるのかなという感じがしますがね。ゼロス選手涙詰めましたね。ああ、これはどういった意味が、レイトゲームを見据えているということだと思いますね。中盤のところでチームファイトをするよりも、試合時間を延ばして集団戦、レイトゲームの集団戦、特に25分から30分以降の集団戦を見越した形にしていると言えると思いますね。さ
さあミッドレーンでもものすごい CS が現在生まれてますね。 16CS 差ランクがあったとはいえその前のところでクロスクレーションズがズームというより打ってましたからね。クロスクレーションズの力によると言えるとランク爪が発見ませんでしたね、はい、先ほどと同様ネガトロン購入からですね。トップレーンのシティト選手シースを置いてましたが相川選手もう一度ボットレーンを進出参加にこれ早めに割るということですか。さあいいところから胸上がってますが早めにボットレーンからこのイズリアルを涙使ってるビルドで涙を装備しているビルドでボットレーンから動かすというのはちょっと普段からはあまり考えられないようなプレーですがうまくタワーシールド可能にしましたね。ただその代わり青バフを取られてしまいますがそこは分かっていますね。そしてそのままボットレーンに圧力をかけますね。まだまだかけますか。これ例えばジンクスとかケイトリンとかルシアンであれば有効な戦略だと思うんですが涙を積んでいるゲームだとエリーがあまり伸びてないので強力ではないんですよね、はいはい、ですからこう、まあ、一応半分まで削りましたけどその代わり完全にカシオペアに青バフが渡せてないですし、ただしボットサイド一つをブルーボードを受けたのでできたことは分からないです。ここで青バフ交換しに行く形できますかね。このミッドレーンが明らかにこう出てくるのあーウルト切りましたよ。いいダメージですが届きはしないですね。いやこれはクロックで素晴らしい素晴らしいですね。本当に強いですね。これはこれは強いですよ、うん、ここで 20CS 差を叩き出しましたね。大きいと思いますね。それで青バフも多分確保できると思うんですよね。セブンセブン側が、はい、となるともう完全にミッドの有利はセブンセブン側に移ったというと思いますね。そしてセブン選手そのヘルス残りますか。あウルトはない。ただイグナイトはありますから。そうなんですよね。一つレーザー当たってフラッシュインからのイグナイトというのはかなり怖いですが、まあ、それに対してウルトで返すこともナイスセブンセブン可能ですよね。さあものすごい強気のレーニングを続けてます。そしてサイドにもワードはおっとレーザー当たったがここに7番でウルトからエグゾーストフラッシュアウトで避けてラストヒットはエステリム強気にいってトップサイド側ワードを受けてます。しかしボットサイド側の視界が全く取れてないといったところがここネックでした ね, ですね。そこから来るルートー全く警戒できてませんでした。まあ、手痛いしっぺ返しを食らってしまった形でしたね。一方 STM 選手はこれで楽になりましたね。かなり楽になったというと思いますね。さあボットレーンこの 1V1 が一つベイン無益いける無益ヒールを使ったウルト使って切っていくタワーダイブタワーダイブいやーこれがイズリアルそしてベインのマッチアップ。無益きっちり逃さず1キル拾うんで成功。こういったところでせっかくミッドで田中根選手がロームして有利を取ったところあ死ななければいいんですよね。いや空いた場合の AD キャリーというのはただしそこをあしっかり無益選手見逃しませんでしたね。無益選手の素晴らしいプレーですし、できればあデルソ選手としては倒されたくなかった。それはデルソ選手からしてもそうですしチームからしても特に田中選手からしてもそうだったと言えると思いますね。もうあそこはあれですよね。無益選手としてはもう仕掛けるシーンですから ね, だと思いますね。サポートがミッドに移ったともう怖いものなしですよね。チェックレーンなんとか維持してますが基本的にレーンの主導権というのは最後にやってますね。そして阿部香選手これ見えてますか。見えてますね。見えてますね。吉崎選手に気づきました。そしてここに無益選手がやってくる。エンディングをやっているエルゾストフラッシュインフラッシュアウト。そしておおウルトで返したが E が毒状態になっていなかったのでクールダウンになりましたか。今 Q を打つ前にスキルオーダー間違えましたね。コンボを間違えました。珍しいこのレベルのプレイヤーがあのミスをするのはなかなかないですね。さあファーストドラゴンですかね。ファーストドラゴンゲットしていくのはセブンセブン。こ
のところボットレーンで先にキルを取っていたというのもありますし、上川選手の出しを落としていたというのも一つ、ドラゴンを行くことにできた判断の材料だったと思いますね。やはりこう一転してミッドレーンのマッチアップ、カシオペアも圧力を作り出せるような形にはなってますね。はい、あとここで一旦ゲームがちょっと止まるみたいですが、さあまだまだ分からない展開になってますね。現在13分10秒という段階です。9秒ですね、9秒という段階ですけれども、どちらが主導権を握りきっているとはまだ言えないのかなという感じはしますね。ただしそのトップレーンのタワーの状況がちょっとわからないんですが、トップレーンは明らかにモヤス選手が一つ主導権を握っていると、そしてボットレーンは、ベインとイズラルの対マンであればベインラビッセブンセブン側の無益選手が主導権を握ってますが、サポートが介入した2-2になるとこう押し返しているなという印象を受けますね。そしてミッドレーンは先ほどのしっぺ返しによってクロックデー選手が一つ有利を失ってしまった形になりましたね。まだまだこの先の展開はわからないですね。さあ目が離せない状況下でのゲームリスタートとなります。ただそれでもクロックデー選手は強気にいけますね。こう味方のジャングルが来た時に今圧力をかけに行きましたね。先ほどのミスというのを一つ修正している感じがしますね。ちょっとこれだいぶ狙ってますよ。さあ入った、裏から入ってスローからの打ち上げてウルッドはエステリムない、素晴らしいですね。さあナイスガンク吉明選手、これでまた主導権をクロックデー選手に移ったと言えると思いますね。どうのもっとウルトル仕掛けたパワードライブにはなってますか。あ、ウルトルを返してな、今のはどうでしょう、リサの CS を落とす狙いがあったのかもしれないですね、はいはいはい、あとはタワーのヘルスを削ると、はいはい、これまでトップレーンかなり有利を作っているわけですし、ちょっとささっとタワーを折って最後には他のマップのところに圧力をかける動きをしてもらってもいいかもしれないですね。まあただ装備がまだバンシーだけですから、ただしバンシーがあればクロックデー選手に対して圧力をかけることは可能になりますよね。あ、なるほど、ここミッドでかなり STM 選手が辛い形になってますからね、それをモヤ選手が手助けできると大きいと思いますよ。ここでドラゴンまではまだまだ時間がありますし、この後アウェカ選手がどういった選択をするのか、そして吉明選手がどういった選択をするのかはちょっと楽しみですね。ミッドラインで一つ有利を取っているセブンセブンからすると、このミッドに圧力をかけるというのが一つ、まあ、中盤の全体を楽にする形になります。わははは、レーザー一発終わり。装備は腰部分のあのアイテムだけなんですがね。さあボットラインへ仕掛けているのがスルスルして、ダビトエバーボットに仕掛けるようになったんですか。ここでトップのリサンドラに対して圧力をかけることによってトップのハーフタワー割れますが、はい、ボットにただ返してますよ。3メイク仕掛ける吉明がここに来る、中心にブラックシールドを挟んでいる。タワーダイブを選択選択、いやこれエグゾーストがかかってる。タワーダイブにはなっているが、ここにティントがテレポートで飛んでくる形。ウルトリ捕まえたのはゼロスト。さあ1キル目も取っていく。さあただもやしもテレポートで飛んできてるが、 1V4 の展開にはなっている。さあただここに後ろからエステリム。さあミッドレーンではなんとクロックデーがキルを起こしている展開にはなってますが、 2V4 いやこれセブスローが圧倒的に有利、圧倒的に有利。4キルゲットしたったらこれもやし、あもう5エースですね。エースをゲットしましたが、パッシブでもキルが緩いな。セブンセブンエースゲット、16分20秒でエース。トップサイドに2台が現れていたという情報を生かしてダイブしましたね。一方ラビット5としてはトップサイドにジャングラーが行っていて、こっち手助けがない状況なのにもかかわらず、ちょっとオーバーステイしてしまったというところを咎められましたね。そしてミッドレラビット5、ちょっと苦しい展開になりました ね。見事にジャングラーがいないということをセブンセブン生かしましたね。
小林選手ちょっとテレポートの判断が遅れましたかね。まあ、早かったとしてもこのダイブは止められなかったと思いますし、結果はあまり変わらなかったと思いますね。セブンセブン素晴らしい判断だと思いますね。ウルトラスタンが全く入ってないんですね。そうですね、フラッシュインしてのウルトだったんですが、スローになってましたね。なってましたね。そして AP アイテムがまだブラスティングワンドしかなかったといったところでダメージが出し切れませんでしたね。ここでここがセブンセブンとしては3つのタワーを割ったわけですし、有利を生かしながらサイドレーンに圧力をかけたいですね。ただしボットレーンのファーストタワーが折れてますから、よりドラゴンは取りやすくなっている感じがしますね、セブンセブンの方が。そして残り45秒でドラゴンも湧きますね。もちろんその準備はしてくるでしょう。さあ、ユセク選手入っていってワードを壊して、ここにエンティ選手もきっちり寄ってくると。そしてまたしてもボットレーンに圧力をかけてますね。それに対応するのはラビットアイ。これでドラゴンはほぼ確実にセブンセブン側の方が取れるような形になっている気がしますね。ほう、それはなぜでしょう。まずマップコントロールのところで一つ優位に立っていると。そしてまだ未だに、イズリアルのパースパイクを迎えていない。一方ベインが高アイテムである王剣が完成できている。そしてビクターのアビサルも完成しましたよね。それにリサンダーのソビルも相まって、集団戦ではほぼ確実にセブンセブン側の方が勝利するという形になると思いますね。さあ始めましたね。ですからまあ、リフトハイブとしては集団戦できないですから、スティールを狙うと思いますが。狙いますかね。いやダブルを置いてますね、グロマンディス。だドラマンディスが出てない。あっとアウェイカー行ってしまった、フラッシュアウト。ここでこうドラゴンを狙うのではなくてミッドのタワーの CG に行くとか、そういった判断、そのオブジェクトの交換を狙った方がもしかしたら良かったかもしれないですね。ミッドタワーは全く削れてませんし、ボットタワーも残り4割。ボットレーンに圧力かけてますね。かけてますね、相当かけてますね。こちら、さあここからセブンセブンはどのように有利を広げていくのか。ここから左はロッドベイユに行くんですかね。あー確かに、ちょっとそうですね、まあロッドベイジかもしくはセラフかもしくは鬼本かということになると思いますが、ロッドベイジにするということはある程度ヘルスを確保するタンキーになるということが狙いにあるかもしれないですが、一時期こうアイスボンガンドレットなんかもこう見たりありましたね。ただあの場合はこう敵にカリスタがいるといった形でこう捕まえにくいチャンピオンがいる場合にアイスボンガンドレットにしているというビルドだったと思いますね。ただ今回、カリスタと同程度に捕まえづらい全員というチャンピオンがいますから、まあ、確かにアイスボンガンドレットにしても面白いのかなという感じがしますよね。そしてセブゼンはとにかくメイキ選手にファームを集めるような形にしてますか。そういう形にしてますね。コネディに対してラビットファイブはどう返すかですよね。まあ、ボットレーンはリサンダー が見えた瞬間にも割れないということは分かると思いますから、ここでトップを守りに行くのか、ミッドをダイブして倒しに行くのか。いやもうレベルも2レベ差ですか。差し掛けにいった、ウルトは後ろを向いている。グロックで槍は避けている、避けている、逆に1キルを拾いに行こうとし、フラッシュアウト選択、ここにテレポートのティントが間に合って、青江がダウン、グロックで生き延びる。完璧にいなしました。さあそしてもやしが捕まっているザイオン、まだ硬いですが、この間にベインがトップをプッシュしています。あれでしょうね。さあウッド、もやし、クロックネを狙いに行く動き、ヨシアキどのように入っていくか。さあ後ろ、ヨシ、あエステリも狙いに行って、ティントンからスネア、さあ2ダウン、1、2という交換の形になる。ただティントン間がないぞ。さあここゼロストに張り付きたいのはヨシアキ、それを守りたいのがもやしだが、ダウンシャットダウンしていくのはもやし。そして張り付けるか、張り付けるか、張り付けるとか、いいな、ブリンク使いますが、シャットダウン、
シャトラーエンティー、そしてウルトーゼロストダブルキル。さあただここに無益が間に合った、赤バフがあるぞ。王剣発動、王剣発動、移動速度が遅い、一気に削れるトゥルーダメージ。ただここにアウェーカーが間に合う、フラッシュアウトを選択したら無益。キャリーを避けた避けた避けた、いいからのブリンク。さあまだあるまだある、レッドバフがある、無益殴れば分からない。ローライフになった。いや 1V3 をいなそうという動きが無益。まだあるぞあるぞ、赤バフがある、赤バフ切れました。あー切れた、赤バフは切れた。ここでバック、互いにエディキャリーが見せますね。ムーク選手が若干ミッドに来るのが遅れたのは、ボットのあトップのファーストタワーを折って上をプッシュしに行ったからかもしれないですね。先ほどの最初の状況、まさか集団戦負けるとは思ってなかったんでしょうね。それだけ、イグジュアルのゴースト選手が素晴らしいプレーを続けたからだと思いますが、今のちょっと今のでラビットハイ分かるかと思いましたが、ただ、さあ入っていきますね。おっとレッドバフ、これスティールはできなさそうですね。そこまで2人しか来てないですかね、圧力はかけてないですね。これでそうですね、エストリーム選手がセラフが完成しましたね。この後アビサルに行くのか、行くと思うんですが、アビサルを積んでからですかね。ただしそれでもやはり一つセブンセブン側の方が全体的に装備は先行しているなという印象があります。トップレーンを除いてですが、でもゾーニャとモネロのみこを持ってますし、かなり強力なアイテム、ね、そしてロッドオブエイジスできましたね。それに対してエイジスも完成と、かなりこう全体的に遅い完成が遅いビルドになってますよね、ラビットファイバーですから、まあ、4000ゴールド5000ゴールドは差ができていたとしても許容範囲になるかもしれないですが、その前にちょっとセブンセブン側の方が育ちきりそうな感はありますよね。はいはいはい、すでに AOE ダメージに対するカウンターとしてのイージスができてますし、クロックデー選手アビサルが完成しますよね。あ、それも出ましたね。ここで互いのトップレーナーテレポートはないですね。そうですね、互いにないですね。まあ寄っているのはモエス選手の方が早い。とにかくワードで削ってフォークしながらという押し焼き、ちょっといいをミスりましたか今。ミスりましたかね。フラッシュをそれで切る形になりましたね。これはちょっと中断戦のところでネックになるかもしれないですね。さあボービーゴスカットラーのムーブメントスピードアップを利用しながら、スカットラーを得てる分やはりセブンセブン君の方がここは一つ有利だと思いますね。さあ、マイスタインを見るとどのように走るか。あー、ただいいダメージ出ますね。ゼロスト。さあ、もう一度ティントも合流。やり、いや、ポークではラビットアイブの方が強いか。さあ、E で入っていこうとするのはティントですが、ここ入れず、ウルトで削りに行くのはラビットアイブ。さあ、上に4、4、4、4、ドラゴン残り3900、4000、ドラゴン間に挟んでの睨みはヘルスの有利なのは、まだラビットアイブ、一気にセブンスが削れている状況か。ただマナもそろそろなくなりつつありますか、ラビットワイブ。そうですね、ここまずカシオペアがミッドプッシュしてますね。これいいプレーだと思いますね。ここでできるだけ当たらないように、下がりながら、左も下がってますからね。ここは下がる。そしてスネアはきれいに避けていきますね、メイク選手は。さあドラゴン開始、ドラゴン開始すれば当然前に行く。さあダブルを張ってドラゴンをとりあえず終わらせたいのセブンセブン。いやー入ったか、エンディフラッシュアウト選択、前に捕まったのヨシアキ、スネアリス絡まっている。まずはワンゼット、そして七カネウルト、これクロックレイを避けたい。フラッシュアウト選択しましたがセブンスティート1キル拾う形になっている。ただ後ろではもやしが暴れている。無益がついに1分4という形。さあクロックはフラッシュアウト選択していたので安全圏にはいましたが、いやー4キルゲットしたのはラビットハイブ。セブスは1キル、今こう3、4の3、4を対処するためにベインをピックしたんですが対処できませんでしたね。そしてドラゴンを取ってミッドのファーストタワーもラビットファイブ取ると思います。一気に逆転、グローバルゴールドでは多分イーブンまで持ち込むと思いますが、ただ逆転と言えるかもしれないですね。このなるほど、ターンも取りましたね。さあリプレイどうやら、ここをエンティ選手が何もできなかったというのは一つ大きいかもしれないですね。ウルトを張ってるんですね、後ろで。
ですが、あ、もやし選手を後ろに飛ばしてしまったということかもしれないですね。ここで先にもやし選手を落としてからという形にはできませんでしたね。いや、今のところこのゼロスト選手がポークのところでヘルスを削り切った動き非常に大きかったと思いますし、事前に STM 選手がミッドのウェブのコントロールしていた、そして2打リが下がっているところ、多分レイスを勝ってスマイトバフを生かしてというのを狙ってたと思いますね。阿部川選手はその間にラビットファイブ当たられなかったというのは本当に大きいと思いますね。さあブルーバフに入っているクノス選手、ここはアウェイカフラッシュアウトを選択した。ただエステリム寄っている、さあラビットファイブ寄っている、さあここでもやしウルト初のクロックエンディ巻き込んだビッグダメージ。エステリムウルトを食らっていますが関係ない、ダブルキル持っていくのはゼロスト、そしてまた無益孤立、さあスネア7金デッドしながらもスネア、エースゲットしたのはラビットファイブ。狭いところだと採用を変えたとするのは非常に難しいんですよね。それがこう自ら苦しいポジションに立ちに行ってしまった感じはしましたし、そこを見逃さずにラビット5うまくエンゲージしましたね。もやし選手の判断早かったですね。早かったですね。フラッシュして即座にウルト、ここですね、ここウルトが2人に入っていて、この打ち上げって完全に CC 決まりましたよね。たとえ梅木選手が近くにいたとしても、あれだけ狭い環境で、ベインのこのモビリティを生かした回答というのはできなかったと思いますから、やはり戦う場所を選んだ判断がちょっとまずかったと思いますね。そしてサイオンが完璧だったと思いますね。素晴らしいですね、梅木選手。さあもうサイオンのアーマー364あります。そしてバロンバフもゲットしているのはラビタ、一人で3人押さえてますよ、横から入ってくるわあ、すごいことになってます。もやし選手が今、ムエキ選手、ティントン選手、吉明選手、この3名押さえてましたか。押さえてました、 CD の押さえ中なのでゼロス選手がずっとタワー殴ってましたね。ここでちょっともったいないのは、先ほどのようなスプリットプッシュを見せてないのがちょっともったいないですね。ラビット5、ウェーブクリア能力であればもうビクターとリサンダーという強力なチャンピオンがいますから、ここサードタワーまで降るのはちょっと難しい感じがしますが、いやただ無理やり行きますか、無理やり行きますか、あー行きますね、無理やり行きますね。さあラウイフ半分、吉明前に仕掛けてエステリムを捕まえた、クロックでダメージ出しますがゼロスト、いやーエステリム選手がウルト決めた、決めてブレーキが捕まったが、ティントもナイスウルトを張っているが、ゼロスト、それでも火力を出し切る、倒し切ることはできない。ブレーキはここにいますが、バレてはいない、バレてはいない、いやローライフになるとブレーキ出てきても面白いが、リコールを選択しましたが、4-2交換、そしてインヒビターゲットですか。エステリム選手が死にながらも素晴らしいウルトを決めましたね。そしてやはりこう狭い集団で戦のところだと、ベインの射程の短さというのがネックとして出てましたね。こう敵に突っ込んでもらった状況だと強いんですが、ここですね、ちょっと無理をしたところをとがみに行ったわけですよね、吉明選手とクロックレー選手が、はい、ここでエステリム選手をフォーカスしたんですが、ここでウルト綺麗に決めてるんですよね、クロックレー選手に。なるほど、これが素晴らしいですね。もちろんこの後のティントン選手のウルトの判断も素晴らしかったですが、ただ AD キャリーがダメージに出しに行ける状況ではなかったといったところで、そしてバロンがあったところで差が出てしまいましたね。いや、セブンセブンとしてはこうかなり広い場所で集団戦を起こさなくてはいけないということですかね。だと思いますね。まずはサイオンを倒してからだと思うんですよね。 そのためにベインをピックしたと思うんで、ああいった狭いところだとベインの良さというのは非常に活かしづらいですよね。ベインの良さというのはこう集団戦が起きますが、5対5の状況なんですが、2-2、3-3の状況をそこの中で分断して作った上で素早く溶かしていって、徐々にこう少数戦、あ、人数差を作っていって集団戦に勝つというのが多分ベインの特徴だと思うんですが、それが活かせる形にはなってないですよね。そしてうわあ、ゲートで逃げることに成功しますが、あとボットレーンで、ボットレーンでキル発生、エンティ選手ダウン、ゼロス選手のキルになってます。
そしてダイブ、いやスネを避けている。ただティントンは降りに行ってます、降りに行ってます。交換をしに行こうという動き、ラビットアイブ、これも効いてます。ゼロスト、ゼロスト、ウルット、これは無益だ。さあ2インフィタゲットしたのはラビットハイブ。これはエンドゲームまで行きました、ね。さあ3、4チャンピオンで守るのはセブンセーブ、あっタワーダメージ、あいかローライフになった。ここでクロックでまたスネアが、スネアが、いやここはきっちりエンディが守っている。もやしが前に出たがゼロストリー、ナイス、ティントウルトが決まっている。さあシャットダウンしたのはクロックデイ、ここでもやしもダブルキル持っていっている。そしてエステリムもタワーダイブにはなっていますが、いやさあただもやしパッシブそして毒、いやこれあただナイス、スネアからの槍返して2-2。ちょっとラビット5としては焦りましたかね。その後そこをうまくセブンセブンとしてはついたんですが、セブンセブンも若干焦りましたかね。今のところでエイスまで、もしくはもっとキルを取っていればしかも返せるという確信があったからこそ前に出たんだと思いますが、はい、互いに焦りましたね。ここただボットのインヒルターも割れてしまったということで、バロンが非常に厳しくなりましたね。セブンセブン、このミニオンウェーブですからね。そしてインヒビター割れてますか、スーパーミニオンでボットレーン部押し上げますからね。ミッドのインヒビターであればバロンが枠ギリギリのところでもう一度枠とは思うんですが、ここですね。ちょっとアウェーカー選手罠のところで敵を踏んだのを確認せず前に出てしまった。あ、はい、ここティントン選手が素晴らしいんですよね。ゼロスト選手を捕まえたと、これは大きかったと思いますね。確かこの後ティントン選手がちょっと焦ってしまいましたかね。しっかりと中川選手対処しましたね。さあそしてラビット5はバロンの準備を今整えています。セブンスとしてはやらせたくないので視界を取りに行きたいという状況になってますね。ここティントン選手がボットレーンを押してます。おっとすごいところにサイオンが一人で何人抑えるんですかね。3、4人いけそうですね。これだけの装備がありますからね。ベイントってカウンターアイテムといえるローズンハートと、そしてあースネア、トゥルショットバラージが当たってクロックで一気にローライフからゼロスト、エンティウルト切りましたがクロックでここでダウン。そしてダメージ出している、ダメージ出してはいるがバロンが湧きましたね。クロックで選手がいない、そしてボットミッドも押す、ボットウェブはティント選手が押していたおかげでなんとか大丈夫だと思いますが、さあこのバロン、いやこの試合本当にボロット選手が素晴らしい動きを見せてますよね。特にミッドのところでのあの中段戦を折り返した動きですよね。あれから流れが完全にラビット5に移ったなという印象があります。あのプレーがなければセブンセブンそのまま行っていたでしょう。まあ、先ほどの試合もそうだったんですが、今日はゼロスト選手素晴らしいですね。あ、実はラビット5の中のこのいわゆるスターティングメンバー5名の中で一番本番に強いのがゼロスト選手なんですよ。とにかく大事なシーンで一番強いプレイヤーだということは、ラビット5のマネージャーから聞いたことがあります。実際彼は他のゲームのところでゼロスト選手準優勝か優勝まで進んでいるプレイヤーですからね。そういったところで、まあ、経験があるというのは一つ大きな武器になってますよね。でこのミッドの CG どうしようもないでしょうね。ここはいやここは当たらないを選択して次になりますかね。ここあらかじめトッププッシュできていればもっと楽に、ただバロン時間はまだまだ残ってますからね。こうトップで意識させている間にボットのスーパーミニオンが押し上げますから、
セブンセブンいずれにしても辛いですよね。一人で押し上げてますけど、これプッシュかなり時間かかりますよね。ここできればエストリーム選手が向かった方が良かったと思うんですよね。そしてここに来てカシオペアのパッシブのスタックが溜まりきりましたか。はい、溜まりきりましたね。今ちょっとやはりその辛いレーニングを強いられたということで時間がかかりましたね。あ、ボットレーンにマイス選手が向かいましたね。1-3-1の形に近いテレポートはありますね。そしてインヒビターをどうしますか。インヒビターはモエス選手に任せてトップは4人で、ただしちょっと引き気味でという形になるかもしれないですね。いや、当たりにいった吉岡、フラッシュインから一気に行くセブンス、ここがチャンスとばかりにいった。そして7回にゾーン使ってますが、1キル拾ってるのはセブンセブン。さあ無益ダメージを出せるか。いや、ゼロストがいる。あ、そしてアウェイカーが仕事をしていく。ヨシキそれでもゼロストに近づきたいが、ゼロストローライフ、それでもまだ生きているゼロスト、どうでと。ティントも前に出るが、いや、ここ殴り合って、いや、ついにヨシキが1キルを拾う形になりましたが、もやしが後ろに取っていて、アウェイカートリプルキル。ただクロックでライフはマックス、ライフはマックス、スロー当たった、スローが当たってしまった。フラッシュインからオーメンを使って Q のスタンが入る。さあアウェイカー、槍をもう一度狙うだけ。レーザーでクロックも拾おうとしますが、もう一度 Q、 今度は打ち上がっていない。さあ Q のムーブでスピードアップで一度逃げてダブルを選択しますが、ミニオンが痛いぞ。ブッシュにうまく逃げ込んだ。さあ 1V にチェイスが始まってる。赤トリンケットルワードがないことも確認。いや、時間は稼ぎましたよ。先ほどのプレーは稼ぎましたね。素晴らしいプレーだと思いますね。サイオンがボットに離れている時にワードもちゃんと置いてたんですよね。敵が4人固まった瞬間にティントン選手からのエンゲージですかね。あ、吉明選手からですか。そういったところで見事隙つきましたけど、ちょっとそこりさが、しかもデラスト選手生き延びましたからね。あれが非常に大きかったと思いますね。ただ時間は稼ぎました。ただしインヒビターが割れました。まだ厳しいですね、セブンセブンは。ここですね、ちゃんと視界取れてるんですよね、ワード。固まった瞬間に吉崎選手が3人打ち上げましたよね。あ、ただブラックシールドでゼルスト選手は打ち上がってないんですね。そうですね、ここただアウェイカー選手を狙ってムエキ選手が前に出たんですが、倒しきれなかったんですよね。ここダメージ計算ミスったんでしょうかね。ここでヘルスが残り、これの状態でもこれ、いやー、ゼロスト選手素晴らしい動きだと思いますね。はい、さあそしてティントン選手がちょっと捕まってダウンという形ですね。これはでかいですよ。ボットレーンを押し上げていた最中にデッドという形です、ね、ここでエンゲージの手段が一つなくなりましたね。そのラビットワイブのミスを咎める方法が一つ失いました。45秒間なくなりましたね。この間にラビットワイブとしてはレーンを押し上げてですかね。ああ、もうネクサスターレット、いやー、ムエキ、スネアが決まってしまった。ムエキうまくエンティウルトでカバーできるか。ムエキ、いや、ローライフで生き延びた。エステリムフラッシュインから入っていますが、いや、ここ全員でチームでカバーしたセブンス。さあただその代わりタワーが割れてしまう展開、2デッドをしている。 3V5 の展開だが、7金がタワーが、ま、もう一度スネアがエグゾースト。ムエキダメージを出せる時間がない。ネクサスがアローになっている。完全にネクサスを殴って勝利したのはラビット5となりました。